日田市図書館は、岐阜県日田市古川町本町にある公立図書館。日田市役所本庁舎に隣接して立ち、館内には市役所の一部機能も置かれている。毎月1回、大人の時間と題した企画を開催し、若年者への読書普及活動を推進しているほか、あまり予算をかけずにできる多様な利用者増加のための活動を展開している。 また2016年公開の新海誠監督のアニメーション映画、君の名は、の中に登場する図書館のモデルとなっており、映画公開以後、いわゆる聖地巡礼に訪れる人が見られる。日田市役所本庁舎に隣接して立ち、市役所に市庁舎を取り壊した跡地に建設された。建物は地上4階地下1階建てで、 延べ床面積は7143平方メートル。プロポーザルで株式会社金沢計画研究所が設計を担当。日本建築家協会優秀作品選2 0 1 1及び2010年優秀証明施設東海支部長、奨励賞を受賞している。建物としての別名は日田市西庁舎、正式名称は日田市図書館複合施設である。 日出役所の一部の部署を併地するほか、多目的ホールや授乳室、会議室も設け、広く市民の交流の場となるよう整備された。事業費は26億4千万円。図書館として機能する部分は1階にあり、延べ床面積は2134平方メートルである。館内は木のぬくもりが感じられるように整備され、太陽光を取り込みやすく設計されている。 2階には、日東高度情報センターと日東教育委員会。3階には、日東役所の各部署や会議室がある。日東には、本校で扱っている、日東図書館のほか、日東上岡図書館もある。市図書館と上岡図書館の館長は兼任である。館内の図書は、IC タグによる管理が行われており、自動貸し出し機による貸し出しができる。かわいい。 宮川の両親工事務所管内には、公民館図書室は設置されているものの、日出し図書館のシステムとは連動していない。また、日出し上岡図書館のある上岡町内にありながら、日出し立山の村小中学校の学区内では、道館まで峠越えなどの交通困難を抱えている。そこでこの3地域では、飛ぶ図書館と命名された移動図書館サービスが2016年より、 実施されている。飛ぶ図書館は月1回、図書館職員が出張して貸し出し、返却やリクエストの受付などの図書館業務を行うものである。貸し出しは7冊まで1ヶ月間借りることができる。移動図書館の開始に伴い、河合、宮川の両親工事務所で行っていた広域サービスと山の村出張貸し出しは2015年度末で廃止された。 広域サービスとは、日東図書館と日東上岡図書館から計100冊を、それぞれの振興事務所に配下して貸し出すサービスであった。配下する本は2ヶ月ごとに入れ替えていた。山野村出張貸し出しは2013年に始まり、第2木曜日に100冊程度の本を公民館に搬入して、特別に1ヶ月貸し出すサービスであった。古川町公民館図書室。 古川町図書館があった、千代の松原公民館日東図書館の前身は、旧吉木郡古川町が設置した古川町図書館である。古川町は1950年に青年会館を改築し、古川町公民館に改め、館内に図書室を設け活動を開始した。それ以前から1946年に、円工寺境内の建物を借用して、 読書指導を行っており、1948年には警察署の武道場として利用していた建物を増築して青年会館に充当した際に2階に図書室が設置されている。1955年になると古川警察署が移転して空き庁舎となった建物を借用して公民館文館とし図書室をこちら移転した。この図書室は 青年団の奉仕活動として運営された。1967年7月には、千代の松原公園に古川町公民館が新築され、その一室に古川町公民館図書室を移転した。1970年6月時点の蔵書は3738冊であった。1971年7月1日に古川町図書館となった。 この時から支書法を設置して本格的な図書館活動を開始し、一の町の三島一郎から289冊の図書の寄贈を受けたり、貸し出し業務を開始するなど図書館機能が整っていった。古川町図書館を含めて1976年時点の岐阜県には八市六町一村に自治体立図書館が存在した。図書館の機能充実とともに利用者も増え、 住民の高学歴化と生涯学習の実践の点から公民館の一角では手狭となった。ちょうど1977年に岐阜県立吉木高等学校が上下田地区へ移転して校舎が開いたため、これを利用して1981年7月1日に古川町図書館は新総会館となった。新しい古川町図書館は飛騨古川駅南東に位置し、 鉄筋コンクリート構造3階建ての独立した建物となった。当時の蔵書は約3万冊であった。1985年に新日本フィルハーモニー公共楽団の指揮者として古川町を訪れたことを契機に古川町と交流を持ち、1990年に第2回飛騨古川音楽大賞特別功労賞を受賞した小泉和弘は、 受賞時に自ら選書した音楽関係の図書約500冊を古川町図書館に寄贈し、それらは小泉文庫となった。2002年11月から開館以来初めてとなる蔵書の整理に着手2003年1月時点で42,309冊あった蔵書を最終的に約3万5,000冊まで削り、残した図書にバーコードを貼り付け2003年4月2日から コンピュータを利用した貸し出し業務を開始した。同時に、自動書コーナーと一般書コーナーにコンピュータを3台設置し、インターネットからの蔵書検索も可能とした。同年12月2日には、上岡町立図書館もコンピュータを利用した貸し出しを開始し、町村合併による日出し発足を見据えて、古川町図書館と上岡町立図書館が改選で接続された。これにより、 相互の蔵書が検索可能になっただけでなく、それぞれの図書館カウンターで相手の図書館の蔵書を借りられるようになった。2004年2月1日に古川町は上岡町、河合村、宮川村と合併して東になり、古川町図書館と上岡町の設置した上岡町立図書館が東に引き継がれた。古川町図書館はこの時、東古川図書館に改称した。 早船千代に関する資料の常設展示2005年、早船千代の作品や蔵書を集めたコーナーが設置された。童話作家の早船は2の町生まれであり、3の町でも約半年間暮らしている。後の東図書館2階の情報フロアには早船に関する資料が展示されるようになり、2015年3月には1階の京都資料コーナー近くに早船文庫が移設された。 2009年2月8日に新しく建設された、日出し図書館への移転準備作業のため、古川図書館は閉館することになった。古川図書館は老朽化した日出市立、古川小学校の新築移転計画地に立地したことから図書館についても新築移転が検討されるようになり、その計画に、日出市議会議場の整備も盛り込まれることになった。2007年2月、市議会で、 同年度の一般会計予算案に、図書館と議場の複合施設の建設予算として10億3000万円が計上され、同年5月に着工した。議場は3回に設ける予定であった。時を同じくして市民の間から建設に反対する運動が起き、5月16日には5738人の反対署名が日出に提出された。 反対派の主張は、議員定数減少と厳しい財政の中、新しい議場を建設するのは、おかしい、近代的な建物で、周囲の古い街並みと合わないというもので、図書館の建設には賛成の市民も署名に応じている。さらに建設工事の入札では、談合情報が寄せられ、落札者が情報通りであったことや、 落札率が99.33%であったことから談合疑惑があったが、日田市議会は落札者と契約する議案を可決し、時の日田市長、船坂勝美は、粛々と建設を進めると答弁した。しかし2008年に市長に就任した井上彦則は計画変更を検討し、議場ではなく会議室とすることで決着した。そして2009年7月5日に、 日出し図書館が開館した。開館当時より内田博之の図書館、システム、ユーリアスを導入して IC で図書の管理を行い、自動貸し出し機や入館ゲートも設置された。増書数は約6万冊であった。2010年11月22日、貸し出し図書の延滞者の個人情報4件が流出したことが公表された。流出先は岡山県の図書館であり、 日出図書館がシステム保守点検を依頼した三菱電機インフォメーションシステムズが日出図書館のシステムをもとに岡山でシステム設計を行ったのが原因であった。その後、同社のシステムを使用していた他の13市区町村でも流出していることが判明したが、流出した事実を公表し対象者に謝罪、説明したのが日出だけであったことも明らかになっている。 2011年に、日田市は前年に交付された、総務省の住民生活に光を降り注ぐ交付金を基金化し、それを元で2000人図書館長を一般公募した。そこで館長に採用された、西山進を中心に、年間10件程度だった図書館の主催行事を大幅に増やしていった。2013年1月には、図書館の公式 Facebook ページを開設し、 各種企画の告知を開始した。2014年2月16日と2月17日に図書館問題研究会第40回研究集会を2回の日東高度情報センター情報発信室で開催した。また、同年4月13日には白樺の樹液を使って飲み物や石鹸を作るワークショップ十月二十二日にはテリーウェダを招いて本の交換会。 ブックブック交換を11月8日には、あずままさおらを招いて、ふるさと会談トークライブイン、日出しをいずれも2階の虹の広場で開催した。ふるさと会談トークライブは、古川町読書クラブが毎年開いている、日出し読書大会との共催という形で実現した。2019年8月、毎年日だまんが王国で、夏合宿を行っている。 県プロダクション所属の忍宮強氏と富田康代を講師とする声優体験会を開催した。2020年3月26日、館長名義で4月1日より人員不足のため貸し出しや予約を除く図書館サービスを縮小し、開館時間も変更すると発表した。その後、コロナウイルス感染症の流行を受けて4月6日から臨時休館に入り、 5月19日に館内貸し出しを再開した。企画を紹介する掲示板日出し図書館では利用者数の減少に対して少しでも図書館に興味を持ってもらおうと様々な取り組みを行っている。取り組みは他の図書館の企画にアレンジを施したものが多く職員らの発案を採用して実施している。毎日新聞は企画のアイデアは 昼休みなどに落ち着いた環境で話し合えるようにし、あえて企画会議は開かないと報じているが、中日新聞によると、月に1回、イベント会議を開き自由にアイディアを出し合っているという。図書館の利用者は30代以上の女性がおよそ半数を占めるという偏りがあり、特に中学生相当から20代の利用者が少ないことが課題となっている。東では、 赤ちゃんからお年寄りまで一緒に利用できる図書館を目指しており、特に子供や子育て中の両親が利用しやすい図書館にするための企画を多く行ってきた。日出し図書館では毎月第4土曜日の夜に大人の時間と題した企画を行っている。2015年6月に始まったこの企画では過去にモンブラン山岳本などのカフェビブリオテイクシリーズや 大人向け絵本の読み聞かせ、図書館、ジャズライブ、薬草を研究する魔女の集いなどを開催し、20代から40代の若年者が読書に親しむ機会を提供することを目的としている。2016年8月27日には初の試みとして観音小説朗読ライブを開催した。朗読する作品が観音小説であったことからインターネットで話題となり、 多少の批判はあったものの、同館への直接の問い合わせはなかったという。開催にあたっては、日田市教育委員会の公認を得ている。ライブには当初用意したソファ席が満席になり急遽追加の席を出すなど、約70人が詰めかけ、中には、日田市長や愛知県、三重県など遠方からの参加者もいた。自前の浴衣を着たの3人が30分ずつ3つの作品を朗読し、 参加者はコーヒーを飲みながら静かに朗読に聞き入った。なお、官僚小説朗読ライブは、大人の時間の企画が立ち上がった当初より構想が温められてきたが、読み手がなかなか見つからなかったことから開催が遅れ、最終的には司書自らが読み手を務めることになった。水曜日と金曜日の午前中に、子供の時間を開催している。子供が館内で声を出してもいいように、 大きめのオルゴール音を流している。図書館福袋2012年より職員のおすすめの図書を中が見えないようにして貸し出す図書館福袋を開催している。福袋の中には3冊の図書が入っており文房具などのお年玉もついている。同種の企画として7月に図書館のお中元を実施したこともある。暗がりライブラリー2011年より季節限定で 午後4時から館内照明を揺らぎ等に変えて薄暗がりの非日常的な図書館を楽しんでもらう暗がりライブラリーという企画を行っている。第1回はお盆の時期に開催したものの期待したほど薄暗くならなかったためハロウィーンの時期に変更した。ただ薄暗くするだけでなくバルーンアートの作家によるワークショップなどの催しを同時に開催し、 手作りの仮装衣装をまとった子供の来館も増えている。2016年は10月21日に魔女に噴した職員による絵本の読み聞かせやカボチャのバルーンアート作りなどの企画が行われ、マリオの仮装をした日田市町の土地区厚屋をはじめとして約600人が参加した。思い出の絵本展従来は、日田市内の旅館。 株水亭で2007年から実施していた市民団体の企画であったが、2010年から日東図書館2階の虹の広場で実施するようになり、日東図書館も協力するようになった。絵本展は11月に開催され、絵本の展示を通した親子、家族、人々の交流を目的としている。主催者の市民団体は2011年11月に NPO の法人格を取得し、 飛び越し交流事業補助金を活用した、富山市立図書館の読み聞かせボランティアとの交流や、長野県小布施町で実施している、町中図書館にヒントを得た、ぐるっと町ごと絵本館という行事を行っている。通読大賞2012年より1年間に入荷した、新館図書の中から人気本や大本を集めて、紹介する通読大賞を年末に開催している。 新着図書は入荷直後に貸し出し希望が殺到し、借りづらいが新着書家から一般書家に移される3ヶ月後には大抵借りやすくなることに注目し、1年間を振り返ると同時に入荷直後に借りたかったが借りれなかった人や借りたものの読まずに返却することになった人などに好評であるという。企画としては日常的に行われている。 一般図書の特別展示の一部という扱いである。日出し図書館は同館オリジナルのしおりを多数制作し、貸し出し利用者らに配布している。2011年にクリスマス企画として初めて実施された。開始当初は子供向けに野菜や果物の実物写真を貼ったリアルしおりを制作、配布していたが2013年には 地元企業の看板商品の写真を使ったしおりも制作し地域振興と図書館利用者像を図っている。リアルしおりと命名したのは地元企業のしおりを制作した2013年10月のことである。2016年春には山崎春のパン祭りならぬ春の本祭りを開催し本を借りることでポイントを貯めてしおりがもらえるキャンペーンを実施した。 聖地巡礼者に対する注意書き日出し図書館は新海誠の映画君の名はの中で主人公の滝が山陽の住む糸島地について調べた図書館のモデルとなっている。映画が公開された2016年8月26日以降、同館には連日聖地巡礼にファンが訪れており、同年9月上旬の時点で平日に2から3組、 休日に4から5組の来訪があったが、その後10月は平日に100人、休日は300から500人にまで膨れ上がった。図書館にとっては想定外の事態であり、それまで調査していなかった入館者数を急遽記録するようになった。こうした中で、同館は聖地巡礼者の皆様へと題した注意事項を発表したが、その内容は館内の写真撮影禁止ではなく、 カウンターで許可を得た上で、他の利用者の顔が識別できないように撮影して欲しいというものであった。聖地巡礼に理解を示した同感の対応は、インターネット上で賞賛を受け、写真撮影に関する同感公式ツイッターのツイートは1000リツイートを突破した。そして撮影した写真をインターネットで公開する場合は、日出し図書館来たよと書いて欲しいとしている。 映画公開日の8月26日から12月31日までに実際に館内の撮影を申し込んだ人は32,600人に達し、来館者がスマートフォンで館内の写真を撮影するという光景は日出し図書館の日常と化した。記録を取り始めた2016年8月から2017年12月までの入館者数は109,730人に上った。 君の名は特設コーナーまた同館の一角に関連書などを集めた特設コーナーが設置された2016年12月に中国大陸で君の名はが公開されると中国人の巡礼者も訪れるようになり特設コーナーにメッセージやイラストを寄せているトレンドエクスプレスによる振動美白分析結果によると 中国人による2019年7月の日本の観光地訪問ランキングの18位に日東図書館が入った。2017年1月18日には台湾から中国地方とエトデイが君の名はの舞台の取材のために日東図書館を訪れた。撮影に関するルールを執筆した職員は君の名はをまだ見ていないとウィズニーズの取材に答えている。 日田地方にあった唯一の映画館である高山明沢2014年に閉館しており、君の名は、を見るためには片道1時間半をかけて富山市まで行く必要があることから、モデルとなった場所であるにもかかわらず、映画を見られていない日田市民が多いという。日田市では、映画公開前から上映会ができないかどうか、東方と交渉しフィルム確保等の問題から、 難航したが、11月6日に、日出し文化交流センターで3回上映された。なお、君の名は、の聖地巡礼に関しては、聖地の近隣住民から騒音等の苦情があることを、制作委員会が発表し、節度ある行動を求めている。ありがとうございます。